はい、こちらです。キャメです。デビキャンです。俺たち、ミッドナイト坊主です。今回も、推しを教えよう。今回は雄大の番ということで、はい。やっていきましょう。それでは、It's Tasting Time。はい、じゃあね、今回は、高瀬くるみさんをやっていきたいと思います。はい。まぁ、あ、ちょっとね、高瀬くるみ、裏切りの女ということで。気になるね。一応タイトルをつけさせていただいたんですけど、まぁ、あ、ちょっとこれは、昨日僕がね、こう、作りながら思ったのを、ちょっとそのまま題名にしたみたいな。シンプルだね、サムネみたいなのそう。ということで、まぁ、あ、やっていきたいと思います。まずは、いつも通り、プロフィールを見ていきたいと思います。1999年3月16日生まれなんで、パッと見1個上なんですけど2個上です。2個上か学年は早生まれなんで、でちなみにこう3月16日はあのモーニング娘。の北川梨央ちゃんと同じ。ああそうなんだ、はい、で栃木県出身、うん、あいいね。これはあのかの有名なね森田さんと一緒ですね。そうですね、うん、はい。でこ、まあ、色メンバーからミントグリーン、またややこしいのが出てきましたよ。ミントグリーン、青っぽい緑みたいなね。そうなんだろうね、多分っていうことですね、はい。で、A 型。あ、珍しい。これは P 型と同じですね。そうです。ありがとうございます。で、そしてですね、野菜ソムリエの資格を持っていると、この異質なね、異質ですね、ですよね。野菜ソムリエ、はい、で、まあ、ちょっと今回のスライドとかもなんですけど、まあ、ちょっと野菜ソムリエということで、なんかちょっとオーガニック風というか、 あんまり余計なもの入れずにちょっとシンプルな感じに、ね、してみました。ううね、ちょっと、ね、はい、無農薬な感じでやらせてもらってます。じゃあ本題に入っていきたいと思います。高瀬くるみにね、含まれる、まあ、栄養というかね、ものということで、まあちょっとこの3つで今回いきたいなと思います。まあ、キャラ、うん、とあと演技、うん、あとソムリエ。3分の1ずつなんだ。ソムリエだいぶ占めてるね。そうですね、まあ、ソムリエがしっかり 33% ですね、うん、はい。で、まあ、まず最初キャラの方からいきたいと思います。まあ、ビヨーンズの中では、高瀬さんはね、まあ、お母さんキャラというかママキャラというか、ね、一番上らしい、ね、そんな感じなんですよ。まあ、ビヨーンズっていうのは、まあ、これ、まあ、再三ね言ってるんですけど、まあ、雨の森川海と地下鉄っていうグループと、あとは、まあ、オーディションの3人っていうので、うん、まあ、構成されてて、そのビヨーンズの中でもそれぞれユニットがねあるんですよ、うん、でそれのうちの雨の森川海っていうグループの、まあ、リーダーをやってるわけなんですね。で、ビヨーンズの中では最年長であるんですよ。一岡さんと高瀬さんが最年長かな、うん、で、まあ、っていうので、まあ、やっぱりちょっとお母さん寄りになってしまうというか、そのビヨーンズのメンバーも年下がやっぱ多いから、まあ、必然的にね、そのお母さんキャラになるっていくんだろうなということです。で、まあ、雨の森川海とあと地下鉄っていうグループがあるじゃないですか、うん、でそっちのリーダーが一岡さんなんですけれども、一岡玲奈さんなんですけれども、その一岡さんとのこの絶妙なねバランス感、そうね、がいいんですよね。一岡さんはちょっとね、まあ、リーダーとはいえ、まあ、ちょっと抜けてる部分があるじゃないですか、うん、でそこをまあ補うじゃないけれども、しっかりなんか、まあ、司会とかもすごくうまいですし、お話もうまくて回しもうまいところに一岡さんのちょっと抜けたのがポンと入ってきてみたいな、こういうバランスも結構見どころの一つではあるのかな。ビヨンズのね見どころ、ダブルリーダーってのがいいところでもある、ね、そうですね、はい。で、まあ、そんなねお母さんキャラ、まあ、ママキャラとはまあ裏腹にですよ、すごい可愛い声をしてるんですね。これはまあ、僕がねとにかく言ったとて伝わるものではないので、まあ、見てほしいものがあるんですけども、YouTube のハローアニソン部っていう、まあ、チャンネルがあるんですけれども、それを見ていただければ、一発で、あ、これ可愛いわとなってくるんじゃないかなと。で、まあ、特におすすめなのが、まあ、17個目、あのアフレコね、アフレコのやつですね、邪神ちゃんのやつ。これはあのね、びっくりしたね。びっくりしたね。あの本物の人なんじゃないかな。全然その声優かと思うぐらいね。で、そのやっぱり動画のコメント欄も、高瀬さんは声優でもいける、声優の仕事を早くくださいとか、そういうコメントも溢れてるですね。で、あとはまあ普通に歌ってるやつも、3個目の動画なんですけれども、これラブライブの特集で宝物図っていう曲を歌ってるんですけど、これもね、可愛い、そのアニメ声というか、うん、特有のやっぱ声優さんが歌ってんじゃないかなってこれも思うような、その特有の可愛い声で歌ってるのがめちゃくちゃねいいんです、うん、あとは、28個目、最近のアイドルマスターとかのやつも良かったりしたんで、まあ、よかったら、まあ、見てみてください。これは高瀬さんの魅力がねめちゃくちゃ伝わると思います、はい。で次なんですけれども、
それだけじゃなくてですね、演技がパナイパナイね、まあ、これが多分一番なのかなって思う、タカさんの、まあ、ミュージックビデオとかも見てもらったら分かると思うんだけど、まあ、ビタミンミーとか、あとは文化祭実行委員長の恋とか、あとはそれこそ恋愛奉行とかか、うん、で途中とか最初とかに入ってくるあの寸劇ね、あそこでもやっぱりその演技のうまさっていうのが垣間見えてるから、まあちょっとビタミン B しかミュージックビデオはないですけれども、まあそれも まあ見ていただければと思うんですけれども、まあ、なんといってもね、ちょっとまあタイムリーな話題なんですけども、これですね、アラビオンズナイトなんですよ。本当はね、今日僕上村あかりさんの紹介をしようと思ってたんですけれども、昨日見に行ってちょっとタイムリーすぎて聞いてたのと違ったからそうやりたくてしょうがなくなっちゃって、ちょっとこれをやらせてもらったんですけれども、あ、これね、まあさっきもまた話したんでいいんですけど、まあ演技これパなかったね、うん、っていうの演技パないね、うん、まあラビオンズナイトでは、王様の乳母役をねやってたんですけど、まあこれもまたお母さんのキャラというか役で、まあ、これはどっちかっていうと、さっき言ったみたいに可愛いというよりかはどっちかっていうと嫌味な感じというか冷酷な感じというか、そういうあんま笑ったりしないようなキャラだったんだけど、それもまあしっかりねハマってて、すごい嫌な女の人とかが嫌な役を嫌な役ねそうできてた、まあ、高須さんはめちゃくちゃいいんですけど、あの役をねやっぱりやりきれるっていうのはまあすごいすごいのかなって、その可愛い普段見てるのとやっぱギャップっていうかやっぱすごかったから、やっぱ高さです演技っていう面ではやっぱりすごいなということですね。まあ、この写真のジラ様っていう役なんですけど、ジラ様いいんですね、これこのねこの目見てよ、嫌な目してるでしょ嫌な嫌な馬ですよねそうそうそう、これもねめちゃくちゃ良かったですね。はい、で、最後かな、野菜ソムリエちょっと触っときたいなって、やっぱり野菜ソムリエってじゃあ何なのって一応ちょっと確認しておきますけれども、野菜や果物の目利き、栄養素材に合った料理法などの専門知識を持っていることを認定する民間資格、うん、ということで、まあだから英検とか漢検とかそういう類のやつですね、それの野菜バージョンみたいなものだと思ってくれればいいんですけれども、まあ、野菜ソムリエ本当にめちゃくちゃ野菜に詳しいんですよ、だから、うん、とってもで、それが見えるのが、このねビヨーンズのメンバーの紹介の時はおなじみの、ビヨーンズ学校、ビヨーンズ学校ね、これ見てくれれば分かるんですけれども、野菜のねもう本当に授業だったね本当にあれは本当にあれはね学校だった。僕もやっぱり学部柄ねこういう勉強するんですけれども、大学の授業とね、まあ、ほぼ遜色ないというか全然お金払っていいよね。そう、大学の授業はその長いからねあれだったんだけど、もうこれは別にもうこれこのまま高さに90分100分授業やってもらったら大学の授業と何ら遜色のない内容が見えたので、非常に助かりました僕的にはちょうどねそのスポーツ栄養学とこの高さんの病図学校を見て栄養について勉強してたんですね。まあ落としたんですけれどもまあ落としてる、はい、まあ落としてる、ちょっとこれはね、まあ、高さは全く悪くないですよ、これ僕が提出物を全く出してなかったのが悪いだけなんで、まあ、高さんのこう野菜力というか野菜ソムリエのあれは間違いない、間違いない、はい、ということでした。はい、それではまとめていきたいと思います。これねちょっと俺もう最後の方に作ってたからちょっともう主観っていうかもう気持ち溢れちゃってるから、お母さんにしては声かわいいな、なんでそれお母さんにしては声かわいいな、いやでもいいな、これがいい、俺はお母さんにしては演技うますぎんかで野菜ソムリエはそれっぽいなお母さんっぽいなお母さんっぽいな、お母さんだったらめちゃくちゃいいからね、そういう料理の栄養とかしてたら、だから高橋さんはね、なんだろうな、お母さんにしたいハロメンかもしれませんね。はい、ということで今回高須くるみさんの、まあ、紹介というかプレゼンを終わりにしたいと思います。ありがとうございました。オーガニックなそうなんですよ、スライド、うん、よかったですね無農薬なんで、無農薬ですね、シンプルに結構画像とかねいろいろと使いたくなるところを、そう無農薬だから、はい、体に優しいですね、素材の味で楽しんでもらいました我々もいつも It's Tasting Time っていうのは、うん、まあ、いろいろなソムリエ資格を持っているこのコンサー BW のデントさんが持ってるんでね、はい、そうですね、やっぱソムリエつながりもあるし、我々の確かにデントと同じ色だし、うん、確かにね、そうだね、言われてみればデントってなんかイメージ的にその電気タイプのジムリーダーなのかなって思ってたの。あ、デント知らなかったのか。うん、知らない社長の最初のジムリーダーで
あのヤラップヒヤップバオップを使う3人の兄弟のうちのヤナップ使いのそうクソタイプのジムリーダーです。あとあんま電波の話広げないでもらっていいですか。高須さんの方を広げてもらっていいですか。ソムリエから、ね、発生して。あ、そうです、そうです。高須さんもやっぱアラビオ、うん、まあ、見てきて演技いっぱないなっていうのは私も思いましたし、うん、まあ注目ですよね。やっぱこのなんかその演技っていうのに対しての認識っていうかさ、が俺は甘かったじゃん。甘かった。ああ、それはある。演技ってものを舐めてた。そうそう、だからそれ昨日アラビを見た感じでいくと、高須さんの注目度というかその期待というかがもう一気にね、まあ、そうだね、どんどんと。いや、それはもう自分も思ってたんですよ。お前もかも。ハラニは見てたんで。ハラニ見てるんだ。ハラニは高須さんの可愛らしい声とかの歌とか聴いてて、それを知っててあれに行ったんで、あれ違う人あれ一緒なんですね。そうと思って最後ありがとうございましたって言って喋り出した時に、あ、一緒の人だったんですね。紹介の高さは高さなんだからね。なるほどね。可愛い声、そうそうそう、普段可愛い声しか出さないもんね。ね、だから恋愛奉行のセリフのとことかも見た方がいいと思う、ね、あ、そうだね。それっぽかったね、どっちかっていうと。 そうだね、男らしいというか、うん、奉行様っぽい。そうですね、確かに。いろんな声を持ってるし、演技も上手いしね。そう、だからまあそういった意味では2点3点とこう何回も裏切られたんじゃないかなということで、ね、まあ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それではバイチューン。